腹ペコばあちゃんだよ。え、誰？ということでね、すっごいな、こんな灰色だけってとこある。灰色だな、全部。この子がまあちゃんなのかね。待って、BGM でかすぎじゃないか。 BGM とかあんのかこれ。まあいいか、よし、やっていくか。始めから、初めの一歩、これが私の初めてです。え、うるさ。おじいちゃん、いや声引く。おはよう。え、ばあちゃんは今日も元気だよ。じいちゃんって誰け？とっても誰か、ずっとずっとばあちゃんのそばでいたた。お、すっごい、え、なんか小学校の時に画用紙破って墨でなんかパーンってやる、え、なかったっけ？あれみたいな。じいちゃん、あんた、たこ焼き食べたいな。え？たこ焼き？お願いしてもいい？なんでこんなとこに閉じ込められてんの？え、お、え？え？お、そんな食い方するんだ。あれは、串は？串じゃねえ。あの、なんか、木のとんがったやつ。で、割り箸の袋に一本入ってるやつ。なんだっけ、あれ。タコ飛び出てる。クラーケン切り刻まれてる。ありがとう。タコ焼き美味しい。外カリカリ、中なかったるんだよ。すごい食レポしてる。タコさんも美味しいね。全部食べた。とっても美味しかった。でもまだとってもお腹空いてる。一個しか食ってない。一個しか、え、一個だけ買えんの、たこ焼きって。またこの香り。おじいちゃん、まだステーキ食べたい。レアがいいだ。ステーキ、ステーキか。レア、レアってなんかめっちゃなんか レアってなんだっけ。生焼けだっけ。いや、こんな言い方ではないな。いや、え、全然焼けてない。全然焼けてなくない、これ。ありがとう。いや、うん、え、すっごいワイルド。言っちゃえばもうスギちゃんよりワイルドじゃない。ケーキ美味しい。血が出てくるのがとっても好き。あ、嘘だろ。血が出てくるのがとっても好き。とんでもないカミングアウト。もぐもぐもぐ。もぐもぐタイム始まった。北見出身ですね。ごちそうさま。って言っちゃったけど。でももっと食べたいな。めっちゃ食うな。めっちゃ食うな。ステーキ、あれ、あれでも腹いっぱいなんだろう。またこの顔。見た。ばあちゃん、生きたお魚食べて。生きたお魚？いや、確かに新鮮第一だけども、生きたお魚って、絶対尾ひれペチペチやられるよ。尾ひれで往復ビンタされるよって。死んじゃったのじゃやだ。絶対生きてるのがいい。とっても新鮮なお魚食べたいよ。新鮮だけどちょっと違うんじゃないかな。ねえ、いいですよ。ありがとう。いやまだ何も言ってないね、俺。勝手に消毒、勝手に解決された。姉ちゃん、
だって持ってくんなよ、持ってくんだよ。ゴーゴーゴー。ん？とっても新鮮だね。この光景が新鮮だね。めっちゃ骨飛び出てる。大丈夫か？腹壊すぞ。何の魚これ？何の魚なんだろうな。これはもう漁船に乗ってる大将もびっくりだよ。何でもそんなことしない。ビチビチ暴れるのがかわいいね。かわいいか、かわいいの定義がわからんな。血とか内臓とかとてもおいしい。まあ俺たちも食ってるけどさ、その表現は美味しくならないな。食レポ失格です。俺だったらもっといい食レポできるよ。ラーメンだったら死んだ動物の死骸を煮込んで煮込んで煮込んでスープになるんだぜ。そしてなんか縮れたなんかミミズみたいな長細いものをジュルリとすすって。あ、全然ね、俺の方が食レポ下手だな。ばあちゃん生きてるの食べるの好き。どんどんエスカレートしてってる。そのうちお前食われるんじゃねえかな。ねえ、お姉ちゃんも食べる。食うか、そんなもん。食えるか。いらないよ。ばあちゃんはもっともっと食べたいな。だんだん声変わってない？もうか声変わり？魚、生の魚食ってたら声変わったな。姉ちゃんの分まで食べてあげるんだ。今度はなんだ、まだ食うんかお前。胃袋もう限界だろ。ばあちゃん、お隣の家に住んでるタロウ食べたい。タロウ、タロウ、え、誰タロウって？犬の太郎。もう一瞬これもうなんかびっくりし、なんか漢字のトリック、点が違うだけで全然違うの。点の位置だけで全然字が違う。犬の太郎、なんで食べたいと思うの？ちょっと血がね、ちょっと血が出てる。ちょっと腕でこうやってグイって拭ったけど残っちゃったみたいな。とっても美味しそうだよね。全然美味しそうじゃないよね。あれんどこが美味しそうなんだよ。犬が美味しそうって犬でも思わない。今ならお隣さんもいないんじゃないかな。取ってきて。やだやだやだ、お願い。おい、行くなよ。おい、この暗転、この暗転がちょっとね、もうほんと、あ、え、本当に取ってきてくれたんだ。お前、バカバカバカ。ありがとう。でももう死んじゃってるんだね。え、お前もお前だよ。生きたまんま持ってきて欲しかった。お前が食われるぜ。殺したからかわいそうだよ。いや、お前もこれ方、お前もやること変わんねえだろう。美味しくなくなっちゃう。死ね。死ねって言った俺に。俺に死ねって言ってる。俺も殺される。こいつの胃の中で溶かされる。でもまーちゃんちゃんと食べるや。なんだなんだ、もう、いや、え、うわ、やってることゾンビ、犬に噛みつくゾンビってなんか本当に新鮮。そんなことすんだね。僕怖いっていうか、もう、もうやばいわ。寝れなくなってくる。どうするよみんな。この曲が何なんだよ。曲、曲線よ。なんで俺はこの曲、いや、なんか、あ、いいか、いいね。もうもうなんか乗ってきたもん俺はもう曲に。なあなあなあ、はい、死んでたから、いまいちおいしくない。
るせえうるせえうるせえんだよ。美味しくないじゃねえんだよ。うまいわけねえんだよ。犬食って美味しくない美味しくないって当たり前だろう。でもでもちゃんと食べるよ。食うんかい。偉いでしょ。違うでしょ。褒めて褒めて、うん、大丈夫か。わーい、褒めたんかい。お兄ちゃんに褒めてもらえた。嬉しい。お兄ちゃん大好き。もう無理無理、帰ろうぜ。もういいってこいつ。うおどうしてお前、なんかコンビニである、なんか泥棒につけるなんかカラーペイント口にベチョーンやられたんじゃない。お兄ちゃん、まーちゃん、お兄ちゃんの彼女食べた。あゆみ、あゆみ逃げろ。あゆみって誰。あゆみさん食べたい。でいいですよ。あゆみさんどうしても食べたいの。絶対絶対絶対食べたいの。お願い、あゆみさんを食べさせて。新鮮なあゆみさん食べたい。新鮮なあゆみさんって何。新鮮なあゆみさんって何なん。お、おい、ここでまさかの選択。なんもないんだねこれ。絵の具のパレットかこれは。なんか出ない。出てきた。食べさせてみる。ありがとうありがとう。え、ジョイマン、とってもとっても嬉しい。早速持ってきてくれたら嬉しいな。あ、ちゃんと生きたまま持ってきてね。死んじゃったのじゃもうやだもん。すっごいノリノリになってきてる。お願いだよ。怖い怖い。もうた、はっ、え、うん、とうとう決めたんだね。何が何が。辛い決断だって分かってる。でもあの子を救ってあげれるのは私だけだもん。感染者処分法。感染者？え、なんだ？感染者処分法？本当に残酷だよね。不足じゃないとダメだなんて。え？まあちゃん。死んだんじゃん。ちゃんと殺したって。あれだ。わ、私のこと騙したの。ちゃんと持ってきてくれたんだね。とても新鮮であった。ティタタタ。あったぶた。あぐあぶたたぶた。ねえ、どういうこと。これうわっ、え、まずい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 、もうやばいやばい、もう終わる終わる。見せられんのこれ。とっても美味しそうだな。どっから食べようかな。どこが美味しいと思う。最初は足を食べちゃおう。あゆみさんの足ってとっても綺麗だもんね。新鮮だからとっても美味しいよね。よだれが出てきてた。ペー、ここから出して。お願い、今すぐ出して。聞いてるの。これはマジかよ。こちょっとさすがに怖え。え、聞いてた？こんなの。いや、食べられるのって。お願い、助けて。食べするから。助けて。え？ど
来たのそれ。いやお前なんかじいちゃんとかが木切ってるやつじゃないのそれ。それじゃ足切るね。よいしょ、ちゃんと足を縛って。やめ、やめて。よ、よ、よ。痛いかもしれないけど我慢してね。あ、や、やめ、た、助け。わあ、やばいな。うわぁ、なんか足でかくね。あゆみさんの足とってもとってもおいしいよ。やだ、もう無理だ。お、怖え。